もう一回いきます。ただ幸せというお決まりの日々の中、人はもう見向きもしないのに、ふと出会った人と一つの青い影を見つめ合って、明かりの灯らない窓辺に、つかの間の恋求めた、愛することの痛くなったのは寂しさを隠しきれなくなったのだろう。寂しさを隠しきれなくなったのだろう。